モテキは作れる新野です。水曜日の動画ってなんか僕恋愛相談を受けるキャラなんですよ。なんか知らんけど恋愛相談よく来るんですよ。日頃からどういう恋愛相談に答えてるかっていうのを皆さんに見せていきたいなというふうに思ってます。チャンネル登録者数300人突破ありがとうございます。まさかね、自分でもこんなに早く突破できるとは思ってなかったんですよ。本当にもっとゆっくりかなーって思っていたりとか、まあ、特段ね、何かがバズったとかじゃないのに、ゆっくり、ちょっとずつ増えていって、最初の100人ぐらいって、本当に自分の直の友達だったりとかしたんですけど、まあ、そこからの200人とか、の皆さんはですね、割と知り合いからこう離れていったところにいらっしゃる方々で、見てくれているのがとても嬉しいなというふうに思っています。ということでね、ちょいちょい、普段口の悪いキャラではございますが、たまにですね、皆様に感謝をお伝えしていけたらなというふうに思ってます。で、今日の恋愛相談のテーマは、私、チャラい人好きになっちゃいますっていう問題ですよね。なんか、チャラい人をどうしても好きになってしまうっていう女の人が後を絶たないわけですよ。チャラい人っていうのは、コミュニケーション能力が高いんですよ、シンプルに。だから、いろんな人はチャラい人を好きになりやすいんですよね。コミュニケーション能力高かったら当然ながら、男性モテやすいですから。真剣な人と付き合いたいって言ってる方もいらっしゃいますけども、まあ、基本的には、コミュニケーション能力が高い人はチャラい人まで言っておくと。それは仕方ないですよね。男の人だって、いろんな女の子を落とすことができたら、そりゃいろんな女の子にね、手を出しちゃうっていうのが男の性ですよ。みんながイケメンで金持ちでコミュニケーション能力が高かったとしたら、男性の9割はおそらくチャラくなると思うんです。男性は基本的にチャラくなりやすいんですよ。もちろん、真面目な人は中にはいらっしゃいますよ。ただ、そういった人を見分けるのではなくて、相手がチャラかろうが、チャラくなかろうが、コミュニケーション能力が高くて好きになったんだったら、今後、他の女の人のところに行かないように、ちゃんと監視をしながら、付き合いを深めていくっていうアプローチにした方がいいんですよね。チャラい人だっていつかは結婚するわけですよ。チャラくなかった人だって結婚してからチャラくなるかもしれないですよね。女の人目線で言うと結論としては、相手がチャラいかどうかっていうのはあまり気にしなくていいです。ただし、本当に自分以外の女性のところに行ってしまった、行ってそうだっていう素振りが見えたら、潔く身を引くっていうことを覚えてください。どんどん引きずってしまうと本当に皆さんにとってダメージが大きくなってしまうんで、ね、チャラく見える人がチャラいとは限らないです。チャラくないっていう風な見た目にカムフラージュして、チャラいっていう人もいっぱいいますからね。男女問わずですよ。この人チャラいかもしれないなっていう風に思ったら、本当に浮気したら別れましょう。浮気をしていなかったら、その人のことを大切に思ってあげましょう。まあ、その方がですね、相手を疑わずに健全な恋愛ができますよ。実際に浮気されたらちゃんと別れればいいですし。で、忘れてはいけないのは、相手の浮気だけじゃなくて、自分がですね、心移りしないように、相手のことを愛し続けることも重要ですよ。はい、というわけで、水曜日のですね、恋愛相談は今日は以上とさせていただきます。コメントとかで恋愛相談いただけたら、まあ、できるだけ週に1回、水曜日とかのこういうまったりした動画の中で回答していきたいなというふうに思うので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタン、あとコメントを残していってもらえると嬉しいです。ありがとうございました。